2023年1月から4月にかけて開催されたシクストーンスの全国ツアー、完成の法則。そのファイナルとして行われた単独の東京ドーム公演、完成の法則、インドームが11月1日映像作品としてリリースされる。グループ初の単独ドーム公演、久しぶりの声出し解禁とファンにはたまらない記念尽くしのステージとなった本公演。そこに花を添えた演出の一つといえば、XJAPAN の YOSHIKI、そしてキング・グニュー、ミレニアム・パレードの時田大樹という大物アーティスト2組のサプライズ登場だろう。デビューシングル曲、イミテーション・レインの作詞・作曲・編曲を担当した YOSHIKI、マスカラの作詞・作曲・編曲を手掛けた時田。本来、単身でも東京ドームを埋められるようなビッグアーティストがシクストーンスの公演に登場し、そこで生でパフォーマンスをするだなんて誰が予想しただろうか。それぞれの登場はほぼ一曲のためという贅沢なものだった。こういった布陣で初の東京ドーム公演を成功させたということは、後日メディアで報道された際にも話題を呼んでいたように思える。そんな2組が登場したステージも先日した映像作品には収録されているのだが、10月10日に YouTube で公開されたダイジェスト映像でも、このビッグアーティストを前にしても主役で続けたシクストーンスの姿が印象的だった。思えば、2022年には音楽特番、ザ・ミュージック・デイ2022、日本テレビ系にて、YOSHIKI とテレビ初の、イミテーション・レイン、コラボパフォーマンスを披露したシクストーンス。その際は、YOSHIKI のピアノからスタートし、間奏部分では YOSHIKI のギターソロに合わせて、シクストーンスがダンス。田中樹のラップパートからは YOSHIKI がドラムを演奏するという一曲で行われたとは思えない、豪華なステージとなった。全身全霊で演奏する YOSHIKI に負けじと、全身で歌い踊る姿に視聴者は心を震わされたものだった。また、特定のアーティストというわけではないが、2022年4月23日に放送された、題名のない音楽会、テレビ朝日系でのオーケストラとのコラボは、見る者の心をぐっと掴んだ。この番組で披露したのは、エバーラスティング、ライフタイム、イミテーションレイン、マスカラの4曲。特に印象的だったのは、YouTube チャンネル、The First Take で公開され、話題を呼んだ、エバーラスティングだろう。オーケストラの壮大な音の重なりと、歌唱力の高い6人が全員揃って紡ぎ出す音色がマッチ。大きなスケールの中で、気持ち良さそうに歌うメンバーの伸びやかな声に朝から癒されたものだった。これらを振り返ると、シクストーンスとアーティストコラボの魅力は、おじ気づかずにどんな場面でも自分たちの、ホームにしてしまうシクストーンスらしさが凝縮されていることと、アーティストの力によってシクストーンスの魅力の引き出しが新たに増えることではないかと考える。それを東京ドームという日本屈指の大舞台で成し遂げた彼ら。その活躍は、ぜひとも11月1日発売のブルーレイ、DVD でチェックしてほしい。